ぎゅうぎゅうチャンネル始まるよ。こんにちは。こんにちは。ぎゅうぎゅうチャンネルのせいくんです。今日は何してくれるの？ビロンパンをね、紹介してきてと思います。バンバンバン。これスプレッポですね。ちょっと見せて。これはね、セブンイレブンの冷たく溜める、あー、机に乗らないでゆりちゃん。冷たく、持つからちょっと。冷たく食べるメロンパン、アイスのところにありました。アイスかな。ゆり、座らないと映んないよ。はーい。え、どっちが先食べるん？いや、シェイクの番。シェイクの番？あたるよ。まあ、チェックが赤くなったら喋るって開けるよね。開けれない。ちょっとお父さんに開けてもらって。チェックお父さんに開けてもらおうか。あ、はい。はいよ。開けよ。全部6回。一緒に開けよ。開けてみて。小さいのが最初に入ってるっていう感じではないの？開いた？ゆり、机の上乗らないでね。え、もう食べる？食べる？はい。せいくん、味教えてよ。どう？なんかチョコレートみたいな。チョコレートは入ってないやろ？メロンパンやで。ゆり、じゃあ味お願いします。メロンパン。待って、アイスクリームが全然見えない。アイスクリーム、あ、中のクリームがアイスみたい。ベーベー、あ、ここに、どう、食レポしてください、ゆりちゃん。あ、手でせん、ほじくらんとって、ガブッと噛んで。どう、おいしい？おいしいです。普通のメロンパンよりなんか違う。硬い。割れた。美味しいん？硬くて。割れた。パサパサじゃない？美味しいや、アイスみたい。アイスぐらい硬かった。アイス。セイ君も美味しい。硬くん。セイ君。硬くん。クリームのところ行ってみる？おお、アイスじゃん。すごい、アイスみたいな感じ。これアイスだよ。食べてみて。私も食べたい。どうぞ。私も食べたい。分かった、アイスとクリームが混ざっとんや、これ。へえ。どう、せいくん。美味しいの、それは。アイスに。どんな味、せいくん。アイスの感じ。アイスみたいな感じ。こういう感じです。うん。はい、ああ、本当だ。口の周りにめっちゃ食べてる。これ相変わらずなるやん。これはみんななることだよ。せいくんは。はい。美味しいの。セイくん美味しいの。セイくん。セイくん帰って。セイくん、ねえねえの横行く。もう全部食べそうやん。全部食べれるん？すごいな。お口の周りが真っ白だよ。美味しいみたいです。じゃあ、おすすめ度はどれぐらい？1万倍。1万倍1万件。また買いたい？また買いたい？うん。わー、結構あれやな。好評やな。みんなも買ってみて、コンビニ。はい。そしたら今回の食レポはこんな感じですか？はい。
最後まで食べきろうよ。食べきるまで待たなあかん。食べきるまで待た。はい、じゃあちょっとせいくんのアップも撮っとくわ。おいしいかな。口が二人ともすごいことになってる。はい、そしたら今日はこんな感じで終わりたいと思います。汚い食べ方。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。メロンパンも買ってみてください。また見てね。バイバイ。じゃあ、チャンネル登録。